アウディバレブリフトシステムは自動車のエンジンにおいて使用される可変バルブ機構のアウディにおける名称である。分類としてはカム切り替え式の可変バルブ機構となる。AVS はカム切り替え機構を指すものとされ、単体では連続した位相変化は行わない。ただしこの機構を採用した既存のエンジンにおいては連続位相変化機構を併用しているため現状の AVS 採用エンジンはカム切り替え、位相変化型といえる。この機構はシェフラーより供給されており、シェフラーでの名称はイナ・カムシフティングシステムである。2008年に北米市場に投入された FC3.2 リットルエンジンに最初に採用された。本システムの特徴はカム切り替えの手法である。一般的なカム切り替えはビテックやマイベックなどに見られる。 ロッカーアームを油圧制御し切り替える手法、やや特殊な例では、バリオカムプラスやスバルのダイレクト可変バルブリフト機構といったリフターを油圧制御し切り替えるものなどがある。これらは油圧制御でロッカーアーム側が切り替わることでカムの切り替えを行うものであり、カムシャフト自体は変化しない。一方 AVS ではカムシャフト側を物理的に 軸方向に移動させることでカム切り替えを行い、ロッカーアーム側は一切変化しない。カムシャフトには軸方向に稼働する2つのカムさんを持つカムピースが祈祷ごと取り付けられており、このカムピースが稼働することでカム切り替えを行う。カムピースの端には螺旋状の溝が掘られており、瓶が溝に挿入されることでカムシャフトの回転により、 カムピースが移動、切り替えは一周する間に完了する。カムピースの固定は、シャフト内部のボールローラーが、カムピースに設けられた2本の溝のどちらかにはまること、なされる。移動時は2本の溝の間の山を、ボールローラーが乗り越え、もう一方の溝にはまることで、再び固定される。この物理的に固定される点は、油圧供給の有無により位置を保持する手法と異なる点であり、 油圧式のように油圧の開放により位置を戻すというようなことはできない。このため、カムピースの反対側には逆方向の螺旋状の溝が掘られており、これを用いることでカムピースを逆方向に移動させる形となる。溝の終端は傾斜しており、カムピースが移動した後は溝の傾斜に沿ってピンは自然に押し上げられる。この溝は2つのカムがゼロリフト時、つまり、 低速カムと高速カムの間に、高低差がない状態で切り替わるように掘られているため、切り替え時に2つのカムが干渉することなく、スムーズに行われる。なおカムプロフィール自体は、低リフトの低速カムと高リフトの高速カムで構成され、低速カムでは2本のバルブのリフト量がそれぞれ異なるなど、一般的なカム切り替え機構のものと同様である。ピンを押し出すアクチュエーターは、 シャフトなどの可動部とは切り離された形で外部に配置されており、ローラーロッカーアームは形状を除くと従来のものと変わりない。つまりこの機構における実質的な可動部の質量像はカムピースを含むカムシャフトのみと言える。これは質量像を招く切り替え機構をロッカーアームまたはリフターに内蔵する方式と比較すると完成質量の点で有利であり、 従来のロッカーアームやリーフターで生じるから打ちも存在しない。ピンは電磁アクチュエータで押し出されるため、この切り替え機構自体には油圧は介在しない。このためオイルラインが不要であり、油圧系トラブルに起因する切り替え不良は起こらず、油圧式では作動が困難な低油オンジでも使用できるといったメリットがある。AVS では機頭ごとでカムピースを切り替えているため、 現在の構造では、各機頭ごとにカムピースと制御用のピンが2本必要となり、後日の類似の機構であるメルセデスベンツのキャントラーニックなどと比べると部品数は多い。しかし機頭ごとの切り替えであるため機頭数の制限は受けず様々なエンジンで利用でき、4機頭から W があった12機頭など幅広いエンジンで利用されてる。 また基本系の AVS は1本のピンを1個のアクチュエーターで押し出しているため1気筒に2個のアクチュエーターが必要となっていたが、後述の気筒休止システムの一部ではピンを2本内蔵するアクチュエーターが使用されているため、その場合アクチュエーターの数自体は半分に減る。現状では2つのカム切り替えだが、シェフラーの資料では3段階切り替えというプランも存在する。一般的に、 可変リフト機構は、吸気バルブのリフトを可変することで、出力や燃費向上を図るものが基本的であり、実際に AVS の初採用エンジンにおいても、吸気のみの採用であった。ただし、以下のような仕様のものがある。蒸気のように、吸気バルブへの仕様が一般的であるが直噴ターボの TFSI2.0 リットルエンジンなどでは、排気にのみ AVS を採用し、 吸気には AVS を採用していない。低回転では排気弁をデイリフトカムとすることで排気パルスの干渉を防ぎ、効率よく排気タービンに排気パルスを伝達する。またオーバーラップ時の排ガスの逆流を抑制されることから吸気カムの深刻が可能となる。これによりシリンダ内に圧力勾配を生じさせ燃焼室の早期と燃料の混合を促進。 また、吸気バルブを深化することにより、吸気の吹き返しも抑制される。高回転では、ハイリフトとすることで円滑な排気を行うことができる。これらにより、ターボラグの抑制、低回転でも高いレスポンスとトルクを得られ、高回転までフラットで高い出力特性を実現している。他のカム切り替え機構と同様に2つある、カムローブの片方をゼロリフトのカムプロフィールとすることで、 気筒給システムとして利用できる。アウディにおいてはシリンダーオンデマンド、フォルクスワーゲンにおいてはアクティブシリンダーテクノロジーという名称で AVS と同様の気筒吸止システムが採用されている。V 型エンジンではこれにより変マンク吸止を行っている。4気筒モデルでは螺旋状の溝とピンでカムピースを移動するのは AVS と同様であるが2本のピンが1つの アクチュエーターにまとめられており、螺旋状の溝が隣接しており、部分的につながっているなどの違いがある。1.4TSI エンジンは2番3番シリンダのみを休止するシステムとなっている。類似の機構としては4気筒エンジンに用いられているメルセデスベンツのキャントラーニックがあり、こちらも外部からのピンと螺旋状の溝によりカムシャフトのカムピースが移動する方式となる。 しかし AVS が、祈祷ごとの2本のピンとカムピースで構成されるのに、対して、キャントラーニックは、中央で2つに分割されたカムピースとなり、それぞれが1.2番と3.4番の祈祷のカムを切り替える。2つのカムピースの移動タイミングが若干ずれることにより、カムに干渉することない。切り替えもカムシャフト中央に設置された2本のピンを、 押し出す一個のアクチュエーターのみで行われる。これは、どちらのカムピースの移動も、同一のピンにより行われるためで、結果的に全体的な部品数は少なくなっている。ただし、2気筒ごとにカムを切り替える使用上、AVS ほどの自由度はなく採用できるエンジンが制限される。現在は4気筒1.6リットルエンジンに採用されている。 現段階のキャントラーニックは、出力向上よりも、低リフトによる、乱流形成からの燃焼促進と、軽負荷、部分負荷時における、ポンピングロス低減など、燃費向上を重視している。アウディ A4、アウディ A5、アウディ S4、アウディ RS4、アウディ A6、イ n ナカム、シフトイングシステム、ハットシリンダーオンデマンドアウディジャパンハットアクティブ、シリンダーテクノロジー。ありがとうございます。